皆さん、こんにちは。今日はですね、トークやっていこうかなと思うんですけど、結構トークね、楽しいよってくださってる方いらっしゃって、もうちょっと頑張ってトークもいっぱい上げていこうかなと思ってます。で、今日のトークのテーマなんですけれども、光の音についてっていうことをちょっとしようかなと思ってまして、そう、まあ非常に怪しいなって思うような内容なんですけども、実際ね、そのピアノっていう楽器はこうタッチによって音色変わるっていうのはやっぱりこう実感としてありまして、で、すごくこう分かりやすい音源聞いていただくと、あ、確かに違うな、実感していただけるかなとも思うんですよね。で、生徒さんとかにこう参考になる音源でいつも紹介してるもの実はありまして、2人の子、まあ実際にクラシックのこうピアニスト、プロのピアニストの方の演奏なんですけども、海外の。1人のピアニストの方はすごく光を含んでて、もう1人の方は多分こう、含んでないというより、まあそういうこう、観点で演奏してないっていうことだと思うんですけど、っていうのがありまして、まあ表現っていうのはいろいろなんで、その光の音色っていうのも表現の一つだとは思うんですよね。なので、まあ、光を含んでないっていうのが悪いってわけではないんですけど、まあ、そこだけを切り取って言うとすごくわかりやすい演奏っていうのがあるので、まず概要欄に貼っておくので、一回ちょっと参考に聞いてみてください。光飛んでない方のピアニストのファンの方いらっしゃったらごめんなさい。なんかこう、ちょっと炎上はしいとは思うんですけど、なんか悪いなとちょっと思うんで、いつも、紹介しながら。でもまあ一つの、観点として、それがこう聞き分けられるっていうのは結構こう、面白いかなと思いますので、一回こう参考に聞いてみてもらったら、お話がちょっとわかりやすいかなと思います。で、まあ光の音なんですけども、僕自身がこうその光の音っていうのを求めるようになったっていうのは結構こうね、ピアノ始めた頃からのことだと思うんですね。で、一番初めその大学生の時に僕ピアノ始めたんですけど、その時ってこう楽譜とか、コードとか全然読めなくて、即興でずっとピアノ弾いてたんですよね。で、その時に大学のね、先生だったんですけど、僕の小松正文先生が、キース・ジャレットのケルンコンサートを紹介してくれたんですよね、僕に。で、それがすごい衝撃的で、全編即興演奏してるんですけども、すごい美しくて。で、それがこう、僕がピアノにのめり込んでいくきっかけになったんですよね。で、その後、こう、キース・ジャレットめっちゃいっぱい聴いて、で、まあ、ソロのやつもそうやし、で、その後、ジャズトリオですね、キースの。そちらの方にも入っていって、ジャズも弾きたいなと思うようになっていって、っていう流れが実はあって、で、その時に出会った、そのキース・ジャレットのインナービューズっていう本があってね、インタビュー集みたいな感じの本なんですけど、そちらに、こう、キース・ジャレットが、こう、僕は光そのものを演奏したいんだっていうことを言ってて、で、結構そこがこう、入り口なのかなと、光の音色っていうことに関してはっていうのをこう振り返ってみると思いますね。どこか求めてるものがあって。で、ちょうど3年前ぐらいですかね。今度はクラシックのピアニストなんですけども、スタニスラフ・ネイガースっていうピアニストのその最後のコンサートの CD 聞いたんです。で、それもすごい感動してしまって、泣いてしまったんですよね。で、まあ、それをきっかけに、こう、ネイガース流派の先生のところ習いに行こうと思って、クラシックなんですけど、探しまして、で、先生のところ行ったんですよね。で、話をしてたら、そのタッチによって、こう、光の含む量が変わるよっていう話になって、光の音を演奏してるって言ったんですよ。で、なんかすごいこう僕の中でこう感動した共通点の一つっていうものがそこでなんかこう見えたんですよね。で、そこからなんかすごくこう光の音っていうことを追求し始めて、で、先生にもね、こうジャズのピアニストめちゃくちゃいっぱい聞かしたんですよ。で、誰が一番こう光含んでるっていう話をこう先生にしたら、キース・ジャレットが圧倒的にもう含んでるっていうことになって、
って、あそこもなんかこう感覚的に何か捉えてたものがあるなっていうのもすごく僕の実感としてあったんですよね。うん、そうっていうのが結構こう光の音っていうことをこう、追求していくっていうことにつながっている感じですね。ちょうど僕も毎日即興演奏、ピアノでさせていただいてるんですけど、200回目あたりですよね。200回目あたりから何かそれがこうはっきりと見えるようになってきて、うん、で、そこからなんかこう、YouTube とかでね、こう光の音含んでるピアニストと光の音を含んでないピアニストがなんかこう聞き分けられるようになってきたんですよね。うん、でそれはなんか奥さんにこうブラインドテストしてもらうんですけど、僕よくブラインドテストって言ってもその先にね光を多く含んでるピアニストとそうじゃないピアニストっていうのを分けておいて、でランダムにそこから流してもらって、ああ光を多く含んでる少ないとかっていうのを当てるっていう結構ゲームみたいなことしてるんですけど、それでもこの前やった時はもう 100% 当てることができて、ほとんど9もうそうですね 100% 当たってましたね。ほとんど 95% ぐらいかな、うん、当たってて、でその時にこう男性か女性かとか線が体のね線が細いか太いかとかそういうところまで結構聞き分けられたんですね。スマホでやってるんですけど、結構そのイメージで保管しながら聞いていく感じなんですけど、なので、まあ、実際にその僕聞き分けられてるっていうことは、まあ、そういうこう含む量っていう違いっていうものがあるのかなっていうのは実感として、うん、思いますね。聞き分けられてる以上は、うんうん、で、そうそう、まあなんか科学的かどうかわかんないんですけど、光の量を多く含んでる音っていうのはこう倍音を多く含んでるっていうことで、なんか光の音の周りにオブラートがすごく包まれてるような音色になるっていうこと言われてて、うん、でまあちょっとね具体的なタッチのことについて説明するのもねこう難しいんでどうしようかな。まあただなんか特徴っていうのがありまして、一つは鍵盤の浅いポイントを狙う、うん、でそこにこう前腕側の屈筋の筋肉ですね、屈筋側の筋肉を多く使って、手首とか手のひらとかで指の関節は脱力しておいて、そこにこう、浅いポイントにこうスピードと体重を乗せて演奏するって感じなんですよね。そう、結構僕もこうやっていって、まあ、なんとなく分かってきたところっていうのももちろんあって、そうそう、最近ね、同じ門下生の違う先生のところにも習いに行き始めて、で、ちょっと違う視点で、そのことを、教えていただいて、さらにこう、行けるようになってきたかなっていう感覚はありますね。そう。うん。そうなんですよね。だからまあ僕が教えてる生徒さんにもそのタッチのことっていうのをこうレッスンの初回とか早い段階でやったりするんですけど、まあ5分10分ぐらいでやっぱりこうだいぶ変わるの変わりますね。うん、そうそう、でまあ来ていただいた生徒さんとかもやっぱ実感としてやっぱ弾きやすくなったりするんで、実感として全然違うっていうのを感じていただいてたりとかはするので、まあなんか結構こう効果あるんじゃないかなと思ってます。その、うん、まあね、ちょっと具体的にというのは難しいですけど、まあオンラインレッスンとかもしてるんで、もし興味あればオンラインレッスンをしていただいたりとか、あとはなんかコメントでもいいし、SNS とかいろいろ僕Facebook とか Twitter とか、インスタとか、まあブログをメッセージ書けるのかな、わからない。とかやってますんで、そちらにコメントいただいてもなんか返せるものをお答えできることはお答えしようかなと思いますので、お気軽に質問してください。うんうん、ということでね、今日はこう光のタッチ、光の音が僕はこう見えるようになってきたっていうことをちょっと掘り下げてお話ししてみたんですけれども、次回もまあなんかちょっとねいろいろと発見とかがあるたびに、そういうことをお話ししていこうかなと思います。はい、楽しんでいただけると嬉しいですね。はい、ということで、またお会いしましょう。ありがとうございました。はーい、さよなら。